ございます。クローフィッシングの大輔です。今回は、今川にやってきました。この今川で何をするかというと、今日はね、リベンジです。散々ね、見たやろ俺の今川での見ました。もう凄まじかったやろ、2週行ってから2週ともコテンパンにされました。でも今回はもうイベント終わったんで普通にワームとか使っていきます。そういう感じで今日ちょっとおまけのチンパンジーもついてきてますが頑張って、40は絶対釣りたいね。そうですね、40、とりあえず1本ですね。1本。そういうわけで頑張っていきましょう。レッツゴー。そっちやる。あ、水きれいになったな。俺さ、毎週毎週水汚かったよ。来るたび来るたび土日。ガチ。よし、行こう。あ、浅い。あ、マルヒスポットしちゃろっか。マルヒス、ここ大概おるけ。いや、ほんとほんと、打って打って。いや、ほんとおるんちょ、そこに。まあ、おるわけなかろうが。絶対ありがとうチャンネルやろ。ありがとうチャンネルやろ、あれ絶対。いや、絶対それ。ストライクブローって言ったの。いや絶対そうじゃん、ストライクブロー強いもん。ありがとうチャンネルさんやろあれ。浅い、基本浅い。うわあそこついてそう。こんな初めてない。今がめちゃめちゃ水きれいやないですか。食ったやない食ったやない食ったやない。食った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 。マジで食った。よっしゃ。オッケー。食った。オッケー。ふい。幸先いいね。いやそんなでかくね。ホタルどう？いやナイスバスですね。やっぱこれ俺パターンじゃないまた今日も。いいね。上、こうやって50アップぐらいかな。ゆっくりみたいな。ゆっくり、それやめて。びっくりした、デスアーダー6インチ。やめます。よし。あいにゃ。ねこれぐらいの距離から投げたったの、俺。ここからこう投げとった。確かに遠かったもんね。遠かったやろ。お前さ、こっち側が帰りか上流か分からんか。お前さ、そこ席ありやろ。席こう下がっとやろ。下がっと段があるのにもかかわらずさ、こっちが上流なわけあるか。いいじゃん、こっち。そうそうそう、ここが相当なんかね、最近熱いスポットらしいよ。曲折でもやっぱ坂又の方が俺は好き。動きや坂又1個もらっとったよね。1個で6匹釣ったんや。頑張ってだいぶやったやろ。ちょっと待って、孝太郎さ、はい、頭お前どうしたん。小九郎君に憧れたんす。憧れてます、ね、いきなりバンダナつけ出してから。そうです。重みが乗った。重みが乗った。ああ、さっき分からない、分かれてみねえから。こんな
気分が上昇してきた。おっと、 OK、 OKOKOK、 ナイスナイスナイス。でかいでかい、でかくね、でかい、今川名物や。なんで俺の方寄ってくるんかっちゃ。お前抜き上げ方下手くそか。やったねあんた。やりました。でかっ。狙っとるもの違います。くさっ。気持ちや。ありがとうございます。はい、いただき。ハットイカ買うかな、あっちまで。くたこれ遠いな、しかし。オッケー、来た。でかいんやね、これ。おっしゃ、おっしゃ、うん、あれこれ違くない？おっきい、危ねえ。ふぅだね。やばくない？なんでそれだと思う？わかりません。イカちゃん。イカちゃんです。この太鼓めちゃめちゃかっこいいわ。 これどうかな。俺とどっちがかっこいい？これこれはもうバスですね。バスですかね、はい、やっぱりそうですね。でかいです。バスには勝てませんよ、人は。あざっす。はい、ラインしてたやつのせいで俺ら大惨事なり、そっとっちゃって、たぶん草刈りのおじちゃんが違う。えらい迷惑する。まあ、あれですよ、LINE してちゃダメですよ。もうチンパンジーですらこうやって拾うのに。チンパンジーですらこうやって LINE 拾うのにね。ダメだよ。捨てるやつ、チンパンジー以下です。ゴミは持ち帰りましょう。ねえ、チンパンジー以下ですよ。そうですよ。おこですよ、チンパンジーは。チンパンジーおこです。チンパンジーおこです。おこだよ。お疲れ。よかったね、今日みんな釣れたじゃん。うん、でも孝太郎が一番でかかったね。でかいね。ちょっと魚ちょっとね、魚がね。でも見た目のかっこよさだけで言ったら雷魚もかっこいいから。そうやね。しかも今川の名物やし。そう、名物だけども十分。いや、つかね、そもそもよ、俺ね、あんな今川で水きれいと思わんやったよ。うん、いつもさ、下痢したみたいな気がした。例えがやべえ。まあ、そんな感じで今回は、40アップが1匹と35と孝太郎は50アップ1匹です。50アップね。まあできすぎかなと。あ、ここちなみに馬力は美味しいよ、めちゃめちゃ。本当よ。ここが美味しいんですよ。じゃあ次回はですね、孝太郎があのバスを釣りたいと今、そうですね、野池に向かっております。はい、ということで、次回の野池編でお会いいたしましょう。バイバイ。